オラシオ・サルマンは、アルゼンチン出身で活躍した単語の作曲家、ピアニスト単語学団代表。音楽的環境が行き届いた家庭に生まれ、6歳からピアノを習い13歳では、音楽学校での最優秀生徒となり、14歳にピアノ奏者として働く。いろいろなジャンルの曲のソロのピアノ弾きや伴奏をこなしたりしていた。20歳の時には、 ロベルト・フィルポ楽団と契約する。同じ頃に、ミゲル・カロー楽団の編曲も担当する。1942年に最初の録音がなされる。また、作曲もこなす。1944年に自分が代表する楽団の実現となる。しかし1947年に一旦解散となる。1950年に、オラシオ・サルガン楽団を結成する。 1950年代において、不協和音の積極的導入など、新しい発想が波紋を呼び、彼の単語については、聴衆の多数派から、前衛的との評価を受ける。1960年、近帝トレアル近帝トリアルを結成する。近帝トレアルでは、エレキギターを入れるという斬新な発想をとっている。レオポルド・フェデリコも、近帝トレアルのバンドネオン奏者だったことがある。 日本公演も3回こなしており多くの写真が残った。1983年の単語アルヘンティーノにもオリジナルキャストとして参加している。オラシオ・サルガンは通算400曲について作曲もしくは編曲を手掛け、ピアノ演奏の動画も数多く残された。2004年には公式に引退を表明して息子のセサルにピアニストの役を譲った。YouTube に オラシオ・サルガン本人が登場する動画がいくつか登場している。また、2006年のドキュメンタリー映画、アルゼンチン単語伝説のマエストロたちに、レオポルド・フェデリコやマリアーノ・モーレスらと共に登場した。引退後のサルガンは、プレミオ・コネックスのガラコンサートに出演した時、89歳であった。多くのレーベルから散発的にリリースが相次いだため、 体系的な CD ボックスの入手は未だ実現していない。2016年で生誕100年を迎えるが、近程とレアルやピアノデュオ他を除いたサルガン楽団単体の商用録音は極めて少なく1950年からの24年間に CD6 枚分ほどでしかない。しかし、そのすべてのトラックの完成度は作曲、編曲ともに恐ろしく高い。このために、 40年代の単語を言気を知る、唯一のアバンギャルド単語音楽家と呼ばれていた。日本の作曲家である、滝連太郎の作品を合成にアレンジした楽曲も、その中に含まれている。ありがとうございます。